戦闘車は中国人民解放軍における初の空挺戦闘車である。正式名称は ZBD-033 平戦車と呼ばれる。中国人民解放軍は1975年から空挺用の軽量戦闘車の開発を開始した。1980年までに 105mm 無反動砲を搭載した。 WZ-101 を2両試作したが、これらは採用されなかった。その後、ロシアの BMD-3 を購入して開発した ZLC-2000 を経て、ZBD-03 が設計された。ZBD-03 は2009年10月1日に開催された建国60周年。 記念式典軍事パレードでデジタル名彩を施しその姿を表した。外観は b m d 3に類似するが、エンジンは車体全部に配置し、水上高校もキャタピラの回転によるなど、設計は異なる。車体はアルミニウム合金を中心に一部マグネシウム合金を用いており、装甲は正面が 12.7X99mm、ナト弾の鉄鋼弾。 側面が 7.62mm 銃弾に耐える程度である。乗員は、社長、操縦手、砲手の3名で、車体後部の兵員室に4名の空挺兵を乗せることができる。落下山降下時には、要員が登場したままパレットに搭載され、4つの落下山と空気枕を用いて設置し、5分以内に戦闘開始状態となる。L、76輸送機、または、 Y-20 輸送機に3両ずつ搭載しての空中投下が可能である。主武装は有効射程距離4000メートル及び2500メートルの30ミリメートル機関砲で、鉄鋼弾を125発、榴弾を225発搭載する。対戦車ミサイルには、クレナイヤ73、またはクレナイヤ8を搭載する。この他に7.62ミリメートル機関銃を一丁。 搭載している。2017年1月に開催された主海航空ショーでは中国最大の空挺部隊である空挺第15軍所属の霊山式空挺風評戦闘車が展示され配備が進んでいることが伺える。本社の車体を流用してロシアの 2S25 スプルート s d 1 2 5ト、mm、ル対戦車自走砲に相当する1 0 5ト、mm、ルライフル砲搭載の 空挺対戦車自走法の空母い吹き諸行工程において、イルマイナス76キャンディット輸送機から、ヨナグニ等に空中投下される。マーセナリーズにワールドインフレームス、アジアン軍が使用する不評戦闘車として、エスドラゴンフライアイフフの名称で登場する。ホビーボスより、1、35スケールのプラモデルが販売されている。商品名は、 初めて零産式空艇不評戦闘車の存在が公開された時の ZLC-2000 空艇不評戦闘車と明記されている。ABCDEFG 田辺義明、中朝の航空省をめぐっての後日談、北朝鮮のスポンサーはビール会社だった。航空ファン通貫775分林道、P63。ありがとうございます。